両チームここもまた静かな立ち上がりになりまして得点がまだ入っていません。さあガルシアがキックアウト、岸田のスリーが来ました。セカンドチャンス、サードチャンスと来ましたね。一気に会場のボルテージが上がりましたね。チョン・ギボムがスリーポイント打って、その流れを断ち切ります。それを黙らせるスリーポイントでしたね。ガルシアにはしっかりとディフェンスしてますね。高橋が中に入らせない。しかしファイブアブムに決め切りました。ここも狙ったディフェンス。エチェリケが対応しているが隅田、最後はプトバック、そして最後はファイブアブムだ。ここは橋本パス見せました、はい、そして高橋決まりました。そして橋本すぐさま走っています。そしてエチェニケ、ガルシア押しのけていく。バスケットカウントですね。素晴らしいですね。もったいないですね。ターンオーバーが前半だけで11ありました、はい、そしてガルシア、うまい。もうここ一気に佐賀のペースになる。もう一回ガルシア、そこにエチェニケも待っている。スクープショット打ってくる。いや素晴らしいリバウンド、ブロックショットにしたいといけないです。ダブルビッグマンはそのまま。さあ土屋からその長谷川にボールが渡ります。ガルシアがついています。長谷川剥がす、自分でペイントタッチ、そのまま打ってくる。エチェニケのスクリーンも使って外、土屋からボール動かしてハレルソンのスリーポイント。このエチェニケ選手リバウンド強い。抜け出してワンハンドダンクだ。福島逆転しました。第4クォーター後半初めてリードを奪った福島です。さあそれでも佐賀サイドは1本1本、はい、フィーラートップの位置からのスリーポイント、はい、5000人近いお客さんが一気に沸き立ちます。ガルシア、カンノをかわしてそのままレイアップ。ねじ込みましたね。こちらも長谷川がディフェンスでも気持ちを見せる。ガルシア、ガルシア、ユーロステップ、ディッシュパス、はい、ガルシアにヘルプが集まっていたところ。そうですね、はい。さあ一方の福島ファイヤーボンズ、長谷川にまた隅田が厳しくつく。エチェニケダブルチームで守る佐賀、そして奪った。レイナルド・ガルシア自分で行く、イージーバスケット沈めた。スティールも狙いながら、一方の佐賀は時間も使いながら、ガルシアスピンムーブ見せて、スリップが起きましたけどもつなぎました。それでもつないだ。いや素晴らしい、決めた。そしていよいよ時間は35秒。長谷川、そこから土屋、スリーポイント、意地のスリーポイントを沈めた。そして前から当たる福島、ね、ついに佐賀バルーナーズ、2年間敗れ続けたプレーオフクォーターファイナル、セミファイナルに進出を決めました。